あ、これわかるやつよ。ポータブルデブリプレイヤー、デブリスモジュール。今日は、ポータブル DVD プレイヤーの紹介をします。最近買ったんで、アペマンっていうメーカーの商品です。 Amazon で、まあ、6000円7000円ぐらいで買いました。安かったです。本体とリモコンとかアダプターとか入ってる感じです。モニターが 10インチ 10.5 インチ、 PV1050 が 10.5 インチ、解像度が 1024×600、 動作時間 4.5 時間。そうです。と筐体なんですけど、こういう感じで拙者黒色を買ったんですけど、天面のところがちょっと仕上げが何ですかね、筋が入ってて、なんか独特の木っぽいようなと加工がされてます。でここは360度開くんで、まあ、タブレット式にしてみることができて、こう片手でね DVD を鑑賞するっていうことがねできます。軽いんで持ち運びに結構便利っていう印象がありますね。で操作部は右側に一応まとめてやってくれてるんで、右利きの人は操作しやすいですね。開けたらこんな感じですね。まあ、厚さ的にもと薄い方が嬉しいけど、でも別に邪魔になる大きさじゃないです。電源はここに あります。でこれが充電するぶさすところで、これが USB です。この横にある電源を押すとつきますね。ディスクがありませんって出るので、ん？ディスクがありませんって出るの？なんだこれ。変な紙がここのディスクの中に入ってただけでした。というわけで、10インチにしては画質的には普通に見れます。綺麗です。こうやって見ることあんのかな。一応 USB をぶっ刺して使うこともできるみたいなんで、今ちょっとやってみてます。あ、これわかるやつよ。関西